ニワトコ族は、ニワトコなどを含む族の一つ。クロンキスト体型まで、スイカズラカに属していたが、新しい分類体系である APG、植物分類体系では、連服草科に移されている。落葉の小高木、低木、または多年草。茎に、皮芽があり、中に太い髄がある。葉は耐性し、奇数羽状複葉で、小葉の縁に巨子がある。 花は、両性で、小型、放射奏症。枝先に集産、状産防火状か塩水下状に多数つく。果敢は、車状にご新裂する。お寿司部は5個。死亡は、半壊で3から5室。果実は、液化状の核化となる。世界に、約25種が知られる。その多くが、北半球の温帯から熱帯にかけて分布し、オーストラリア、タスマニア、 南アメリカにも分布が及ぶ。日本には2種が生育する。欧米では、果実が赤い西洋アカミニワトコ果実が黒いアメリカニワトコ西洋ニワトコなどを利用し、果実を果実種やジャムにしたり、果樹を下熱、鎮痛等の薬用にしたりする。果樹と諸島、柑橘類などで煮詰めて作ったコーディアルは、イギリスやオーストラリアでエルダーフラワーコーディアルと呼ばれ、 カルピスのように水で薄めて飲用される。また、カルピスウォーターのように薄めずに飲めるエルダーフラワーと呼ばれているレモネードタイプもある。またオーストリア、ドイツなどではホルンダーブルユーテンと呼ばれ、水や炭酸水で割って一般に広く引用されている。窒素に富んだ土壌を好み、古代の人間の居住区跡や庭床の群生地からウサギの残骸が出土することが多い。 このため、古代の人々は、ウサギは庭床を日よけ代わりに利用していて、それゆえ庭床の生えている場所を好むと推量していた。人々の生活と密接な関係がある庭床には、多くの伝説が生まれた。ユダは、庭床の木で首を釣ったと言われる。庭床の木の根元に生えるキノコは、首を釣ったユダの呪いが、不現化したものだと言い付され、ユダの耳だけと呼ばれた。また、 庭床を素材に作ったゆりかごで赤ん坊を寝かせると、庭床に生気を吸い取られる。庭床の枝で子供を叩くと成長が止まってしまう。庭床の木で家を建てると、怪奇現象に見舞われるなど、庭床にまつわる不吉な風文は、毎今日に暇がない。1997年の観光と同時に、世界的なベストセラーとなったファンタジー小説、ハリーポッターシリーズの作中では、 死の秘宝の一つである最強の杖,の杖の材料として選ばれている。ありがとうございます。